これは私に実際に起きたここ1年の物語。1年前、私にはひどいうつ兆候がありました。4年間かけて準備した海外大学に行けなくなり、人間関係トラブルも重なり、急に暗闇に突き落とされた感覚でした。ちなみに、作り笑顔ですらもうまくできませんでした。はい、1日目、寝れない、食べれない、呼吸が苦しい、心臓が痛い、苦しすぎて助けを求めてみたけど、気を紛らわすためにピアノを始めてみた。 Hi guys, this is day 2 day 3 無心で毎日弾き続けた。一日中ただピアノを弾いているだけの日もあった。早く前に進みたい。それでもやっぱりまだ辛くて、自分に自信も全く持てなくて、どうしてこんな苦しい思いをしなければいけないんだろうなんてすっごい思った。それでもきっとこの世界のどこかには私のことを応援してくれる、そんな人たちが絶対にいる。そう信じて前に進み続けた。 Hey guys, hey guys, hey guys, hey guys. ずっとやってみたかった YouTube に挑戦してみたり、事業を立ち上げてみたり、初めて一人で海外に行ってみたり、自分と見つめ合う時間をとってみたり、カウンセリングやコーチングなどを学んでみたり、そして約1年後。実は今日の朝、来年9月渡航できることが決まりました。応募した、まさかの当選の連絡が来てて、もう見た瞬間、この日のために今日はあったのかって、新しい世界を見ていきます。 Thank you for watching and see you next time. Bye. Have a great day. から日の出を見ます。もう上がってきてるけど。